べて痩せるプロテインダイエットをお伝えします。あなたはこんなことないですか？こう頑張って痩せるためにですね、普段の食事を、ご飯やパンなどの糖質をカットしてみたり、またはお肉とかね、あの油物、またはこってりこう甘い食べ物をこう控えてみたり、そして痩せるためにはお野菜ならいいだろうと思ってお野菜ばっかり食べてみたり、実はこのようなお食事のメニューですと、あなたはタンパク質、プロテインが不足しまっていることが原因で、実は逆にますます太ってしまうことになるんです。ではそこで今からこの動画のお話、ご覧いただきますと、そのどのようにしたらプロテインイコールタンパク質を上手に摂ればますます美味しく食べて痩せることができるのかがわかるんですよ。その、具体的な方法をお伝えしていきますね。まずなぜその先ほどのようなまあ、糖質であったり脂質であったり、そしてまたお野菜ばっかり食べているとタンパク質不足に、まあ、なっているわけですよね。でそもそもそのなぜタンパク質が不足すると太ってしまうのかという、まあ、仕組みをお伝えしていきます。まずタンパク質が不足してしまうと、とにかくですねお腹が空きやすくなってしまうという、こういう現象がですね起こってしまうんですね。じゃあなぜか、タンパク質の元であるその筋肉ですね、筋肉の元がそのタンパク質なわけですから、まずタンパク質がないと筋肉がどんどん落ちますよね。そうすると筋肉がやっぱり代謝を司っているわけですから、代謝が落ちます。そうすると結果代謝が落ちるわけですから、もちろん太りやすくなるということなんです。でまたこれだけではなくて、もう2つ目、タンパク質が不足してしまいますと、食欲をコントロールしているホルモン、セロトニンというホルモンがあるんです。このホルモンの分泌がガクンとこう一気にですね落ちてしまうわけですね。そうすると何が起こるかと言いますと、太る原因の糖質、まあ、甘いものであったりご飯とかパンとかですね、パスタとか、そういった糖質をものすごく体が必要なんだっていうですね状態に陥ってしまうわけなんですね。なのでますます太りやすいものが食べたくなってしまって、結果太ってしまうという可能性がまあ大きくなってしまうわけです。そこで、では具体的にどのようにタンパク質イコールプロテインですよねを摂っていけば効率よくそのタンパク質が吸収されて、あなたは美味しく食べながらプラスその痩せていくことができるのかという方法をお伝えしていきます。失礼します。今のお話で太る仕組みはお分かりになったと思います。ではそこでじゃあどうしたらいいのっていうお話ですよね。また私別動画で、まあ、バランスの良い食事をとることが大切、そして何よりも、腸活です。あなたの腸が綺麗ではないと、決してこのタンパク質を摂ったところでですね痩せることはできないんですよ。なのでベースはあなたの腸内環境を整えるお話、別動画でももう何度も何度も繰り返しお伝えしておりますので、別の動画もぜひご覧になってくださいね。さあこちらです、具体的な方法ですね。はい、OK、まず1つ目です。まずはタンパク質といってもばっか食べ、要はこう1つの同じ種類のものばっかり食べては良くないんです。まずそもそも栄養の偏りも考えられますし、その腸内環境のその腸内細菌の種類もですねやはり偏っていては良くないわけです。そこで、さまざまなタンパク質をバランスよく朝昼晩に分けて摂りましょうということなんですね。例えばお肉、魚、大豆製品、卵、乳製品ありますよね。私はですね、もう朝は特に大豆製品多いです。塩麹納豆を作ったものを味噌汁に入れて食べたりですとか、まあ、納豆もそのままいただいたりとか、大豆製品多いんですね。でまあ、娘のお弁当のおかずに、まあ、卵焼きとか作るとその卵を朝いただくことも多いです。であとはお肉とか魚はやっぱり夜に持ってくるパターンが多いですね。そ
そうなんですね。その乳製品もヨーグルトですとか美味しくですね痩せるヨーグルトという動画も別に出しておりますけれども、そちらもぜひご覧なさってくださいね。ヨーグルト乳製品もいいと思うんですよ。でこういったものをやっぱりバランスよく1日かけてでいいです。朝昼晩1日かけてやっぱりこの種類5つですよねをバランスよくやっぱり今日取れたかなってチェックしていただきたいんですね。そして、取るその量目安なんですけれども、成人女性の場合1食あたり、朝ごはん昼ごはん夜ご飯の1食あたり約 20g 程度摂取するとちょうどいいですよと言われています。なので、量的にはそうですね、こう握り拳のこの手の甲のこのぐらいの大きさですよね。これぐらいも 20g として目安として召し上がってみてくださいね。では次2つ目です、飲むよりも噛むです。これはどういうことかと言いますと、例えば激しいスポーツされていらっしゃる方とかトレーニングをしている方っていうのは食事だけではもうとてもではありませんが、そのタンパク質補うのにこう間に合わないという方はですね、粉末状のそのプロテインをお食事プラスアルファ飲む方がいらっしゃるんですね。そういった方は必要ですが、特にそんな激しい運動もしていないデスクワークばかりでその体を動かすこともないという方はそのやはり食事でよく噛んで召し上がっていただく方が効率が良いです。なぜかと言いますと、その市販のプロテインはですね、よほど良いものではない限り、ほとんど糖分もう結構入ってますよ。甘いんですよね。糖分がたっぷり入っていたり、あとはその人工甘味料、要は添加物ですよね。こういったその余計なものがどうしても味を美味しくするために入ってます。ですからよくよくその粉末状のプロテインで、どうしても例えばこうお忙しくてですね、忙しすぎてちょっとタンパク質取れないからちょっとプロテイン飲料で取ってみようかなっていう場合は、裏の成分表示ですとか、原材料ですよね、そこをしっかり見ていただいて、糖質が高くないかなとか、人工甘味料入っていないかなですとか、余計なその香料とかですね、もろもろです、余計なものがなるべく入っていないものを選んで召し上がってください。なんかそういったものをやっぱり飲んでしまうので、よくね噛んで飲みましょうって言いますけれども、とにかくその飲むタイプのプロテインでもよくよく噛んでいただきたいですね。それはなぜかというと、噛むだけで痩せることができるんです。その効果です。まずよく噛むだけであなたの代謝が上がるようになるんですね。でまた血糖値です。あなたの血糖値の急激な上昇を防いでくれるんです。この血糖値がですね、その太るその、原因とか左右するとこなんですよね。急激に血糖値が上がってしまうだけで、あなたのそのお体の中でどんどん脂肪がその溜め込んでしまうというその現象が起きるわけです。なのでしっかり噛めば血糖値の急上昇を抑えることができて、結果脂肪燃焼する効果がアップして太らない、太りにくい体になれるということなんです。またよく噛むことで満腹中枢が刺激されますから、食欲をこう必然的にこう抑えることができますよね。でまたよく噛むことで消化に負担をかけない、余計なエネルギーをその使わないということに関しましても、やっぱり消化機能もアップしますから、特にその今まで特に女性の方はですね、タンパク質足りてない方多いんですね。で急にそうなんだと思って、そのお肉とか要はこう消化に負担がかかるもの、卵もそうですよね、こういったのを一気に急激に召し上がってしまうと、ものすごく消化に負担かかってしまって、かえって体調不良に陥ってしまうパターンもありますから、ここはぜひぜひくれぐれもお気をつけてくださいね。適量をしっかりとよく噛んで、しかもバランスよくとれば、あなたはそのお野菜ばっかりとかですね、かえって太るような食べ物を召し上がらなくても、バランスよく美味しく、しかも健康にきれいに痩せることができるんです。さあいかがだったでしょうか。この動画のお話、ベースは腸活、腸内環境が良いことがベースです。そこに加えてやっぱり食事の内容ですね、タンパク質がいかにあなたが美味しく食べながら痩せることができるのかということがお分かりになったと思います。さあこのお話、あなたご自身とそして周りの大切な方々のためにぜひぜひどんどんシェアして差し上げてください。またこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。